去る7日米国で持病のため死去した故障両氏の議官進むグループ会長の遺体が13日頃、韓国に到着するものとみられる。町会長の遺体は航空貨物用コンテナが積まれる旅客機で運搬される予定で、大韓航空保有の専用機も共に飛ばす計画だと伝えられた。11日航空業界によると、 町会長の遺体は早ければ来る13日にも韓国に到着する予定だ。大韓航空は町会長の国内運管後に葬儀室及び商工ところを準備するなど本格的な葬儀手続きに入る。葬儀はソウル市内の葬儀室で5日に営まれ、出棺は17日頃行われる予定だ。